日本共産党委員長は、議長、初期局長と並ぶ日本共産党の党三役と呼ばれる最高役職。党の中央委員会総会で選出される。正式名称は、日本共産党中央委員会幹部会委員長。日本共産党は、党規約により、最高職の名分規定はなく、中央委員会議長、初期局長、そしてこの幹部会委員長の党三役が、 中央最高指導部として機能している。近年では政治資金収支報告書では委員長が名目上日本共産党の代表者となっており内閣総理大臣指名選挙や党首討論では委員長が党を代表するのが通例であり党外からは委員長が党首として偶される。委員長になった者は長期間その職を務める傾向があり委員長退任後は 中央委員会議長に就任している。幹部会委員長の C ・和夫は、日常的な最高指導機関である中央委員会、常任幹部会委員に就任している。常任幹部会の議事を担当する党の中心人間が事実上の党首と目されるが、会に委員長、議長などの役職はなく、公開される委員は五十音順で表記されており、委員の中で、 誰が議事を担当する党の中心人間かは外部からは不明である。委員長代行は通常置かれていない代行者指定の規定もないが委員長の不和哲三が入院時には副委員長の村上博氏が委員長の村上が入院時には初期局長の金子光弘がそれぞれ委員長代行に就任している。常任幹部会委員を選出するのは中央委員会総会ではなく 中央委員会幹部会である。中央委員会総会で幹部会委員長、副委員長とそれ以外の幹部会委員が選出され、幹部会で常任幹部会委員が選出される。そのため、規約上は幹部会委員長、副委員長が常任幹部会委員に選出されない場合もあり得るが、実際にそのような事態が起こったことはない。また、 幹部会副委員長が複数名存在する場合に第一副委員長といった制度はない。2020年の第28回大会では山下義夫が筆頭副委員長に就任している。戦前のコミンテルン日本支部としての日本共産党は委員長、初期局長体制は確立しておらず、執行部は総務幹事、国際幹事、会計幹事となっていた。戦後からは 中央委員会初期局の責任者として初期長を置くようになり、この体制が3代続いている。第11回大会を機に、社会党や民社党と同じように党の指導者として委員長のポストが設けられ、今日に至っている。歴代委員長は東京大学出身が多数を占める。2000年からは委員長に C ・カズオが就任している。 中央委員会議長は不和が三代目として2000年から2006年まで務めたのを最後に2019年現在空席となっている。幹部会委員長が設置される以前の1945年から1970年はそれに相当する役職として中央委員会書記長が置かれていた。1945年から1953年まで徳田九一が務め、 1955年から1958年は、野坂33が第一初期を務めた後、宮本賢治が初期長を復活させた。1970年の第11回党大会で、初期長のポストは廃止され、代わりに日本共産党中央委員会幹部会委員長と初期局長が新設された。初代の委員長には宮本賢治が就任し、新設された。 初期局長のポストには、不和鉄像が抜擢された。1997年の当期約改正で、非常設の役職となっている。ありがとうございます。